令和2年6月10日、阿蘇市黒川の阿蘇市立阿蘇小学校で交通安全教室が開かれ、正しい自転車の乗り方などを学びました。この交通安全教室は、熱中症対策のため体育館で、また新型コロナウイルス感染防止対策のため、座る間隔を広くして行われました。この日は3年生と4年生の児童が対象で、まず3年生の児童42名が自転車の正しい乗り方や決まりを紹介する映像を見ました。そして交通安全教育推進協議会の山部依子さんが、自転車に乗るときは発車前には必ず安全を確認する、左側を走る、ヘルメットをかぶるなどの決まりを話したり、さらにヘルメットに脳みそに見立てた豆腐を入れ、自転車から転んだらどうなるかの実験を行い、ヘルメットが頭や脳を守っていることなどを学んでいました。また自転車に乗るときは、まず後ろを確認して自転車に乗り、右足をペダルに乗せ、再び後ろの安全を確認してからスタートするようにしてほしいと話しました。阿蘇小学校の決まりでは、3年生から自転車に乗ることができますが、3、4年生は自分の住んでいる地区内、5、6年生は校区内で自転車に乗ることができるということです。話を聞いた児童は、これから決まりを守って自転車に乗りますなどと感想を述べ、最後に全員でお礼を言って交通安全教室が終わりました。